えいちゃん、加湿器好き？えいちゃん、加湿器好き？あ、初めてだね、加湿器。うん、それパパ、加湿器開けよ。加湿器は大事だぞ。加湿が全てだ。この世はついに買っちゃった。何これ、超音波加湿、ノイノー加湿すんのこれで。そうね、あとママの肌、ママの肌、うん、喉、あと喉、それはまずいね。なんか象の皮膚みたいになってんだよね。象の皮膚、うん、それはもともとじゃねえの。はこれさ、どこで買ったと思う？これ、うん、いや、これどっからどう見てもドンキでしょ。バレた。ドンキだって聞いたことねえもん、こんなメーカー。こんなメーカー売ってんのアマゾンかドンキしかねえんだよ。安かったから買っちゃった。いや、そうだよ、やっぱシャープとかパナソニックとかなんか好きじゃん、パパは。開けましょう。ドギボヤ、ドギボヤ、ドギボ、おれー、おい、おい、きたー。貸し中貸し中期、もももももなんちゃん、うん、じゃあ早速水入れてみましょうか。はい、さてのんちゃん、準備ができました。お、のんちゃんどこ行くの？のんちゃん、怖いの、もしかして加湿器。怖くないよ。何でも怖がりだね。ほら、ベちゃん見てみ、これ気にし、何も気にしてねえぞ、このベロは。スイッチオン。まさかのドンキクオリティ、これ嘘でしょ。いや、電池は入ってんな。え、でも電源ボタンは電源ボタンじゃ。あ、ベちゃん、なんだそれ。のんちゃんも気づいたか、煙の存在に。逃げた。水蒸気だよ、これが。めちゃすごいね。